TBS ラジオ九五四玉結び玉結び玉結び午後一時になりました。皆さんこんにちは。TBS アナウンサー小林遥です。こんにちは。玉袋寿太郎です。どうもどうも。暑い暑い。俺がびっくりしましたね。どこ行っちゃったの台風。 そうなんですよ、今、北日本の方っていうことなんですかね、もう関東の方は全く風もありませんし、気温がぐんと上がってしまうので、俺もきょうは絶対直撃だと思って、そういう支度してたからね、昨日の夜から、長靴とかですか雨がっぱとかさ、そう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 、朝起きたらこんな暑くて、まいっちゃったいや本当ですよ、今の気温が、あちょっと上がりましたよ、32度、赤坂は、湿度55%で、全く蒸してないですね、カらっとして暑い、梅雨明けでいいんじゃないですか。 って思いたいたですよ、ね、もう起きて日差し浴びた瞬間も頭の中生ビールっていう <laughs> 早いですよ起きてくるって生ビールだな <laughs> シーズン到来だななんつってでも本当に美味しい時期になりましたよねそうよそうよ。で今日車で来た途中さ、はい、いつもあの食安通りってとこ通ってんだあの<え>ドン・キホーテがあって韓流スターがいっぱいう<ー>、ね、おばちゃんが集まってる、はい、あの道いつも通ってくんだけどさ<え>パッと見たらあの中売ってあるよね あの、牛丼のですか牛丼と、親子丼とか、うどんとか、中尾。中尾のとこに生ビールって貼っちゃってさ、ジョッキの。ね。この、何、上り見てんのかって。三百五十350円でいっぱい。安くね。ね。良心的ですね。この夏はね、俺、中尾で飲むよ。中尾で飲む中尾で、生ビール350円、ジョッキいっぱい。これ安いよ、絶対。結構最近、そういう、いわゆる飲食店で普通に出すとこ増えてますよね。そうでしょ。ではい。 で、生ビールつってあ中井で、穴顔で、生ビールつって来るじゃん。はい。で、何も頼まないで、まず紅生姜をこう開けてね。<laughs> <それ S 2> 紅生姜でビールぐーってやりま <laughs> しょうしかも泡だから結構お腹いっぱいになるんですよね、<や>ビールだけだと。ビール、ほんとね、美味しいシーズンになったんだけど、ええ、やっぱね、注がれすぎるとちょっときついね。この間俺ちょっと一人でね、はい、居酒屋行った、うなぎ屋行ったんで、荻窪の。 い,いいな、うなぎ、もうすぐですね。うなぎの串でこうやって食うね。うなぎ屋があ、ねはい、うめえとこがあるんだけど。ええ、混雑しててさ。うん。この字のカウンターなんだけど。はい、混雑して、俺が行ったらもう満席、満席なんだよ。あ、もうちっちゃいお店なんですか、ね、そう。<laughs> で、大将俺一人でちょっと頼むって言ったらさ。あ、わかったわかった、一個開けるからってって、一番端っこのとこ開けてくれたらさ。そんなことできるんだなったんだ椅子が一個。えー、すんげえ端っこだよ。 ああ、もう本当に30センチぐらいしかね本当にお一人様よ。そうしたらそこ横にいたおじさんがさ、もうにんまりしちゃって、待ってたぞお前みたいなさ、たまちゃん待ってたぞみたいな。知り合いですかいや、なんかその店で何回か俺は会ってるわけよ。アイコンタクトは知ってるわけ。なるほどなるほど。で、俺ビール頼んでさ、ビール飲んでたらさ、そのおじさんが急に、ビールつって、手員に言ってさ、大便がまたボンってきて、で、俺にお釈迦し出すわけだ。うぅ始まっちゃった。ありがとうございます。いただきます。 嬉しいよな、たまちゃんはよ。やっぱ地元を愛してくれるからな。あ、うん、あ、たまちゃんやっぱこうやって、杉並愛してくれるから、いいよ、本当に。まあ、いっぱい、<laughs> <laughs> ありがとうございます。ああ、うん、またいっぱい、あじゃあ俺も、あ、は、れ、い、ご返拝、返拝、返拝。返拝しますね、一応ね。<laughs> ガンガン、ガンガンやり出しちゃって。ね、もうね、お、置かないっていうか、グラス持ってるじゃん。はい。 もう、なんだろう、うビールがなくなるってことないんだよ、ね、俺飲じゃん、くっと。減らない魔法の杯みたいになってるんですね。もうそうなんで、歯医者のコップみたいなもんなんだよ <laughs>、ね、歯医者のコップ。<laughs> 水がずーっと置いたらもう、ね、<laughs> ザーうん。いでまた、あ、ありがとうございます。<laughs> やっぱ玉ちゃんはいい。杉並を愛してくれるから。<laughs> はい。す <laughs> それが8連発。8連発。<laughs> <さ>年齢、俺、6回聞かれたからね。<laughs> そっか、47か。まだまだ若いな。あ、いただきます。 もうね、うなぎどこじゃなかったよ。もうデジャブの連続ですねパンパンパンだよ、俺。<laughs> 大変もう。逃げ出したかったね。あありがたい話じゃないですかまあありがたい、ね。そんな風に言われてね。そうですよ。うん。もう徹底マークされたわけですよ、俺は。徹底マーク徹底マーク。ークコップをね。6本ぐらい飲まされたからね、大瓶。あ危ない。タンマさんあれですよ、肝臓の数値あんまり良くないですから、そんなね、飲んじゃダメですよ。徹底マークされたよ、俺は。徹底マーク。<laughs> あと今日暑いから皆さんそういう人も多いと思いますけどビアガーデンとかで飲みすぎも注意ですしあと今日熱中症もね注意してほしいですねこれは気をつけましょう今日はいやでねそのマークといえばね徹底マークといえばなんか俺ほら MX テレビで「バラ色ダンディ」って番組見てますよ9時からの好きで見てます水曜日の夜9時俺と歌ちゃんと室井ずきちゃんと やってるんだよね。あの、元フジテレビの長谷川アナウンサーと。そうですよね。夜のワイドショーみたいな感じでやってるんだけど。その番組の後半にさ、特集コーナーがあって。ありますね。席移動して。そうそうそう。なんか、恐るべきお客さんとかいるじゃないモンスター客とか。そういうのをこう特集する、ね、あのコーナーがあるわけで、今回、あの、探偵だったわけ。探偵。事務所の依頼で依頼でモンスター客。でね。 先週それ会議やって。でもあれだよな、探偵だったらさ、そんなぴったり俺のことマークなんかできんのかねつって。言っちゃったわけよ。それ本番でですかいや、その、会議で。会議で言ったわけ。そうしたら、じゃ分かりました、マさん。来週一週間つけますから、って。探偵を。うん。まずいですよ、マさんにつけたら。何をするか分からない。探偵つけられたっていうね。はい。うん。自分の身になると、もう誰でも探偵に見えるわけよ。もう一歩出たら、お管理人のこの親父。 探偵じゃねえか,なとかいや本当トピンポンピンポンピンポン来て、はい、うん宅急便が来たんだけどそれ出てもあこの人もしかしたら探偵じゃねえかなとかね変装してるんじゃなか変装してるとか思ってこれは気が休まらないですねだってあなただって撮られたわけでしょで写真だいぶ昔にあれだって探偵と一緒ですよ気づかれなかった気づかなかったでしょ気づかなかったんですけど今思えば私が食べていた中華料理屋さんの入り口のところに男性が一人ご飯食べてたので あの人かなとかそれぐらいそうそうそう実際は気づかないですよねで番組でさ1週間たって水曜日だよはい。になりました VTR でさ見てたら完全俺がね撮られてるわけですよ普段の休みの日大丈夫でした休みの日変なことしてませんでしたあれははねね土曜日のオだだったんよ昼間い どうしようかなカミさんいねえから、近所のラーメン屋でちょっとビールでも飲もうと思って、ふらーっと行ってるところバッチリ撮られたんだどのぐらいの距離ですか写真は。あれね、1キロぐらい。<え> 1>, 1キロぐらいね、ずっとつけられてたね。うん。ああ、なるほどなるほど。で、俺は、あの、絶対ね、あの、止まってる車も絶対探偵だと思ってるから、はい、駐車してる車も、だ探偵じゃないんだと思う。あ、ンとかあるだろう。と怪しいと思っちゃって。だから、車でつけられたら俺絶対、あの、撮られないように、 侵入禁止のとこ,こ歩いてったりするわけよ、徒歩で。そうすると車入ってこれないじゃん。考えましたね。でしょそういう風に歩いてたんだよ、俺ずっと。負けるように。それなのに、完全撮られたね。<laughs> 決定的写真。それ写真っていうのは、うん、動画だよ、動画。動画動画。俺がプラーっとっ、どこら辺から撮るんですかすっかけ履いて、うん。レインコート着てちょっとウロウロしてさ。<laughs> うん。 それ、車からですかそれとも、あっちも歩いてるんですかわか,かんねえんだよ。どこで撮られたかわかんねえん。結構な大きさですかね。ラーメン屋で一人で入ってビール飲んでたさ。ああ、それで、一人じゃ寂しいから、サウナの友達のね、おじさん。はい、うん。60歳のおじさん、はい、電話で呼びつけて、二、はい、人で飲んでたわけですよ。はい。その密会、密会現場ですよね。密会現場を撮られたんですおじさんとの。ええ。おじさんとの密会って。 で、ラーメン屋から出てくるところも二人、仲睦まじいところ取られちゃった。肩寄せ合って,てるとこ。ほんとおじさんと。あ,あもしかしてそのおじさんの目には。線が入ってた。線んなんか入れなくてもいいのに。<laughs> <laughs> 面白い。いやー。やばいね、あれ。つけられたら。どこから取ってるんだろう。ね。ほんとにすごいですよね。 ラーメン屋で食ってるお客も俺もしかしたらスパイじゃないかなと思って、探偵じゃないかなと思っちゃう。ああ、なんかなんとなく目が合うなみたいな。ちらちらこっち見てるなっていう。うん、そうでしょ、うん、怖いよ、探偵っつのは。だって私いいあの、もともと北海道出身ですけど、東京に出てきた18歳の時に、新宿歩いてたら、うん、あの、探偵とか更新所のポスターがいっぱい貼ってるのにびっくりして、うん、東京の人はそんなに誰かを付け回したいのかと思いましたけどね。あなたの街だと思いましたよ。でも付け回したんじゃないですか。台風を。<laughs> そうだったんです台風つけましたよ <laughs> この人も、ね、戻ってきまして、うん、そう月曜日の朝そろそろ会社行こうかなと思っているときに会社から電話かかってきまして、うん、もうこれからちょっとお願いしたいことがあると <laughs> あの沖縄に行ってほしいと急に言われて<ー>で会社に行く前だからそれからほら荷物詰めたりね下着詰めたりできたから、うん、まあまだよかったですけど沖縄の台風の威力ってもうすさまじいですねすごいよね <laughs> びっくりしました 本島がちょっとずれたっつんだから4センチらあの、特別警報ですからね。ずれかねないです、ね、ずれかねないよ、あれは。あってあのね、風が強すぎて、私体がね、押されちゃって、そのまま、あーって道路を、あーって言いながらね、走ったんです、風に押されて。オズの魔法使いのドロシーだよね。あ,あ、もうそんな感じです。危ない。で、走って、あーって走ってた遠くから車が走ってきて、うん、これ私このままだと、本当に車に引かれて死ぬと思ったので、自らズコーンって転んで、 日本馬を持ったらそうあの、右肘に大きなあざと赤いすりむきができましてね、なな結構な、ま、勲章ですね、これは。すげえ、ね、危険手当てあげるんですか、やっぱり。TBS <laughs> <や>さん、どうなんですかで,でもね、ほら、かっぱ越しでしたから、まだ、うんうん、ね、うん、全然これは、あの唾つけとか治るぐらいの怪我なので。台風手当てつかないな いや、台風手当つかない、出張手当ぐらいは多分出れますけど。多分台風絡みでは手当出ないと思いますよ。生臭い話だけど。いやね。そんなもんです。一日本当と数千円この。二千円くらいだったかななんか、そのぐらい、そのぐらいの手当が出るはずです。もう一週間いたら、まあ、七千円ぐらいかな分わかんないですけど。それぐらいですかね。うん。もうちょっとつくでしょ。だといいんですけど。でも、あご足はついてるわけでしょまさか 今、本当に厳しいんですから。あご足枕もうご飯はもちろん自腹です。ご飯は自腹でした。だから、あの、夜、なかなか台風の時はお店全部閉まってるので、コンビニのご飯だった時もありましたけど、高知県に移動した夜は、ちょっと余裕があったのでみんなでこう、ね、土佐に来たからってカツオとか食べたんですけど、一人3000円ぐらい出しましたね。えうん、自腹でした。 厳しいねいないのそこでしっかりしてますよ俺が小林さんの分持つよとかあっ全然全然女性にお金を払わす人がいるの仕事ですからね仕事仲間ですからそこで逆にほら女性を意識されてもねこっちもやりづらくなっちゃいますからちょうどいいんかいい女性差別だってことになるわけ怒っちゃったんです怒っちゃいけないってことなのそれそんなんかジェンダーみたいなこと言い出してあなたえっ何なんです怒っちゃう怒りますよ私はいや

あそう,ゆうりさんも見てくださってたみたいでね収録前か本番前来てくれたんだからねゆうりさんがわざわざ来てくれてちのスタジオに来てくださっても頑張ってるなとおかやしい小林さん頑張ってるなっ,ってありがたい本当に手を握りしめていや握られてないですいや握られでノータッチで,ノータッチでああ優さんありがたいもんですよありがたいですあ<ー>まあでも本当にねあの台風の被害も関東の方にあんまりなかったみたいな。うんでも大変だったね 怖い怖い。本当に安全第一で行きたいです。そうそうそう。唯一心配だったのが私、土曜、日曜日に朝顔市行ったんですよ。朝顔市はいはい。あれ、朝顔置いたまま一週間うちへあげてたので大丈夫かなと思いましたけど。ああ、だけど。でした。あ、うちも届いた。朝顔市。ああ、そう。で顔届いた。二届いちゃった。あ、そう。毎年買ってるあの、熊手のところがね、送ってくれるんだよ。あ、そういうね。スそういうね。そう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 。よかった。いやいや。丸く収まってた丸く収まったってことでね。いろんな台風来てるからね、実は。 <laughs> 本当はすごい台風まだ来てるからね来てますか押しつの時には <laughs> ああそこであの台風が一番でかいからねあの皆さん本当に聴きたくてしょうがないと思うので私が代表して聴きますから <laughs> ちょっとやお楽しみにじゃあ1曲目いこうここで曲タマさん用意ええー、スパークだクレイジーケンバンド」いいねいいねですね、うん、クレイジーケンバンドで「スパークだ」お送りしましたいいよ それでは小林遥玉結び今日のメニュー紹介です、うん、1>, 1時35分頃からは TBS テレビのニュース番組「N スタ」との勝手に連動企画 TBS ラジオ第7スタジオからお送りする「7スタ」がありまして、はい、午後2時からは一癖も二癖もあるゲストをお迎えする「その筋の話」うん、今日は日本初の女性報道写真家笹本恒子さんをお迎えする予定だったんですけれども今週はちょっと体調を崩されてしまったということですので、はい、また 今度の記事ね。でねぜひお呼しますので。はい、今日のその筋の話のゲストは、私の仏像友達、<お>仏友でもあります。TBS ラジオの国会担当、武田和明記者。よ<っ>国会王子です。すね、国会王子が。そうです。ちょっとあの、美術のね、めでかたつのをね、教わりたいね、俺。そうですよね。そうでしょうあと、武田さんが愛犬の散歩をしてる時の髪型が、うん サラサラらしいんですよい,いん、ね、そんな知りたくないよそんな <laughs> 誰も知りたくないでしょ <laughs>、ねうん、まあいいや。いいやうん、今日どんな髪型で来るのかも,もういいね,ねお伝えしますはい えー、リスナーの皆さんの中で武田記者にこんなことを聞いてみたいというのがありましたら、ぜひ質問をお寄せください。2>, <ん>2時30分頃からは小話遥かスナックママへの道。<ん>今日は台風を、まあ私追いかけましたので、台風でいった高知県のエピソードを、あ、高知県いいね。お伝えします。3時からは伊集院光の週末、伝えに行ってこれかりよ<お>今日は映画監督、雪貞勲さんがゲストの先週あれ見たよ編おすすめの映画は小津安二郎監督の大人の見る絵本、生まれては見たけれどです。 では、タマさんから今日のメッセージテーマの発表をお願いします。はい、今日のメッセージテーマはこちら、追っかけた、追っかけられたっていうことで、うん、犬とかね、<laughs> 犬ね猫とかねあ追っかけ、猫は追っかけてこないでしょ、私、犬を追いかけたことはあります。なんでうちの飼っていたガメラという名前の黒い犬が、ガメラが逃げ出しまして、北海道で。うん 雪の日ですよ。っ,つって <laughs> 道路の遠くに黒い犬が立ってるのが見えて、目がキラーンって光ってって、そっちが、カメラーって言ったら、戻ってきました。カメラーメラーって言ったら、白い雪原を、黒い犬がパーって走って戻ってきました。いい映画みたいだね。<laughs> 本当そう。黄金の犬みたいな。黄金の犬みたいな。い話だよ、それも。カメラーそう、メラって戻ってきました。ここどうなんですかアナウンサーで追っかけとかいるんですか 熱烈な不安とかあたまに TBS のアナウンサー全体がお好きだっていう方がいて<ー>日曜日とか土曜日あのねいらっしゃる方がいますけど、うん、でもね多分あんまりそこでステイしてるとねあの怒られちゃいますから守衛さんにでも追っかける人あんまりおすすめできないかなと思いますけどね,ね追っかける人ってまあ,ありがたいですよね俺ねあるジャニーズのタレントさんと香港行った時があるんだけどさ<え>香港まで追っかけてきてるもんねえっ、うん、追っかけられてたよその人 本当ですかうん一緒にロケやっててやっぱり一緒にいたいってことなんでしょうねあと香港のね女の子たちもその人のファンでうんじゃ相当有名な人、ね、でよねかいハイエース借り切ってさ、はい、ずっと追っかけてくんだよはあ晩飯はさなんか中華料理でさなんかテラスみたいなところで食べたんだけど、はい、そこもやっぱ追っかけられてからっつって、ええ、もう彼なんかタバコ吸うのもさ やっぱそれ見られちゃまずいっつって、隠れてこそこそ吸ってんのよ。ああ、そうですよ。やっぱりファンに夢を与えて。いいから吸えっつって、いから。中学生か、確かにね。中学生じゃねえんだけど、隠れて吸うなって大変だ追っかけられるっつうのは。そうですね。ああもう自分が追っかけたって話もありますでしょ。俺もほら追っかけだったでしょ竹谷さんの。師匠の追っかけもともと、そう、焼肉屋さんの前でずっと。追っかけ俺、って。待ってて。うん。ストーカーですよ。 その愛が通じて今日待ってるやつら全部弟子として来いって話になったわけですから嬉しいなそういうこともあるわけだ人生を変える追っかけそうだあと、うん、は何だろう電車の中で偶然ねえ <laughs> 何それあそれでもだ、めんかストーカーですね。ねそれはね。やめろよう。電車で偶然で、ね。犯罪じゃない犯罪じゃないやつを教えてください。危なかった。今日のテーマは<わ>。追い出してんだけど今日のテーマは、追っかけた、追っかけられたでお送りしましょう。はい、メールアドレスは小文字でたま 954-tbs.co.jp。たまはアルファベットで tama です。tama954-tbs.co.jp。T ファックスは0355620954、0355620954番。メッセージには男のお名前、電話番号を忘れなく、番組でメッセージを紹介させていただいたすべての方に玉結び特製ステッカーをお送りしていますが、うん、でこちステッカー各曜日色が違います。はいはい、金曜日はピンクです、うんで。月から金まで5種類のステッカーを集めまして、TBS ラジオまで送ってくだされば、T シャツね、玉ーと まあ、交換って言ってますけどたま T をお送りしてさらにそのステッカーについてもちゃんとお返し,しお返ししますよご安心、はい、では TBS ラジオ小林遥玉結び今日も3時半までお願いします玉結び TBS アナウンサーの小林遥です我々玉結びは今年もやります玉結びでよければ取材に来ていただけませんかキャンペーン 番組も3年目に突入し聴取率ナンバーワンを獲得したこの番組ですがもっともっと皆さんに番組のことを知ってもらいたいということで今回もテレビ雑誌ウェブはもちろん学級新聞や回覧板社内広報とあらゆる媒体様に生放送中に番組を取材していただきますまたその媒体様もしっかり PR いたしますので両者ウィンウィンな企画となっております 7月を取材期間といたしまして受付をいたします。取材ご希望の方はタマ九五四アットマーク tbs ドット co ドット jp タマ九五四アットマーク tbs ドット co ドット jp まで。詳しくはタマ結びのホームページご覧ください。TBS ラジオ九五四タマ結び。